こんにちは、整体ニコニコスタイルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みやふとでお悩みのあたり改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はですね、漏斗鏡を改善する仙骨エクササイズパート2ということで、お届けしたいと思います。で、まあ漏斗鏡を改善するためには大事な骨がありますよというお話からですね、ちょっとシリーズでお伝えしているんですけども、ちょっと前回の見てない人は下から見ていただきたいんですが、大事な骨があるということでですね、まず胸骨、それからもう一個は仙骨。仙骨は、お尻のここですね。で、今日はこの仙骨エクササイズのパート2をお届けしたいと思います。で、これやることによって仙骨が引き上がってきます。引き上がることによって漏斗鏡が、ここが凹んでるのが出てきます。出てきます。出てきますし、しっかりこの仙骨が正しい位置というのがありまして、そこが分かってくるとですね、これが落ち込まなくなりますので、そういった意味で改善にもつながりますし、漏斗鏡からですね、漏斗鏡にならない体質ですね。改善してもまたなってしまったら、結局あまりね、もったいないことですので、そこからですね、そうならない体、ならないためにはどうしたらいいのかってことが分かってきますので、この仙骨エクササイズをぜひですね、取り込んでいただけたらと思います。で、これをですね、ちゃんとしっかり改善することによって心肺機能、この辺も改善してきますし、息がしやすくなります。で、息がしやすくなるととても気持ちがいいです。とても気持ちがいいです。で、気持ちがいいので、精神的な病といいますか、そういう方向へですね、行きにくいですし、やっぱりなんだかんだ言ってしっかり息が吸えるっていうのはとても重要です。なぜかと言いますと、やっぱ私たちはこの酸素を吸わないと生きていけないわけですよ。で、炭水化物とかいろんなブドウ糖とかエネルギーの源を取っても、結局そのエネルギーと酸素が融合しないと最終的に私たちが使える ATP というエネルギーにならないので、いくら炭水化物とかそういうブドウ糖とかですね、カロリー高いものを食べてもですね、酸素と結びつかない限りエネルギーにならないので、結局食べても、無駄と言いますか、無駄とは言いませんけども、食べてもそれがちゃんと使われないので、結局ですね、もったいないということにつながりますので、そういった意味でもですね、しっかりまず息できるようになって、ここが良くなって、気分も良くなって、息も吸えるようになって、そして活動力のある体になるためにも、この仙骨エクササイズを取り組むという価値がありますので、やっていただければと思います。ということで、実際どうやっていくかと言いますとですね、仙骨が、この模型で言いますとですね、ここです。ここにあります。頭があって、背中があって、腰があって、ここ骨盤ですね。骨盤のちょうど真ん中、これが仙骨です。これですよ。でっかいです。で、これとこれとこれで真ん中の、これとこれとこれで骨盤なんですけども、この真ん中の骨です。これ仙骨です。ここをですね、今日は、こすっていきます。手をこうしていただいて、こうですね。こういう手です。こういう手をしていただいて、こうですね。こんな感じですよ。こう出てないですよ。こういう感じですよ。こういう感じにして、こういうふうにこすります。で、こするときは、下から上に、一応往復してこするんですけど、どちらかというと、上に引き上げるのを強く。これは強くやっていただいていいです。熱くなる、摩擦で熱くなるぐらい。という感じでしょ。で、今立ってやってますけども、こう寝転んでやっても OK です。寝転んで、こう、うつ伏せでいって。これも OK です。あと、こうさぞってもいいですよ。こうでもいいです。こうでもいいし。こうでもいいし。あと、横向きで、こうでもいいです。こういう感じ。こうしてもいいし。こういう感じでいろんな方法がありますが、あと、座ってやるのもいいですね。座ってこうやるのも OK です。で、これやったらわかりますけども、これでやった後に立っていただきますとですね、ちょっと今こすったところ、ここがとても意識されて、なんかスッとして軽い感じがすると思います。そうなんです。そう、これやってこすってきますと、
仙骨に、まあ、意識が通るっていうんですけども、まあ、仙骨にもですね、結局仙骨周りには靭帯とか筋肉があって、そこには神経が通ってます。で、もともとは脳がですね、コントロールをして、その仙骨を正しい位置の調整してるんですけども、ロート胸の人はそれが正しい位置からもうずれた状態で、そこで動かなくなってます。ですけども、仙骨をこすってあげることで、仙骨に刺激がいって、仙骨周りの筋肉とか靭帯が活性化してきて、それがですね、活性化してくると正しい位置に戻ってくるわけです。なぜかというと、仙骨の正しい位置の体が楽だからです。なので、そういう風に、ここが、こすった後、軽くなったりですね、この辺がシュッとした感じがしてきます。仙骨周りが。で、それが、仙骨がこう、倒れてたのが起きてきた感覚になります。そうすると、まあ、腰周りの筋肉も緩みますし、ここが、ちょっと出てきます。これは鏡見ていただいたりしていただいたら、ちょっと変化してくるのもわかると思いますので、ここが結局、今ちょっとあんま、数分しか擦ってないんで、そんな劇的な変化はないですけども、少し出てくるのはわかると思いますので、特にひどい人ほどわかりやすいと思いますので、そういったところをですね、仙骨擦っていくと正しい位置に戻って、ここが結果的に出てくるということになってきます。で、これで歩いていただいても、仙骨がスッとしてて、気持ちよく歩けますし、これ座っていただいてもですね、座った時に、まあ、ロート胸の人はですね、ロート胸の人はこうなりやすいわけです。ですから、これ擦ってあげると自然にこう起きてきて、ここがですね、出てきますよね。なので、いいですし、こういう姿勢でいるとよりですね、ここの、まあ、横隔膜がしっかり働くようになってきて、それによって、後から、こういう姿勢をしていると、この後から、エクササイズした後から、またここが、徐々にですね、前に出てくるということに、つながってきますので、その時だけの効果ではないですので、これをですね、ちょこちょこやって、やっていただければと思います。で、仙骨の意識がなくなってきたなと思ったら、またこすってってことをやっていくと、だんだんと仙骨が引き上がってきます。一気には引き上がらないので、なんか長年寝ててなってますから、徐々に引き上がって正しい位置に戻ってきますので、そういう形でですね、仙骨と胸骨、最初にやりました胸骨、ここをちょっと意識して、生活してみてください。そうするとあなたのロート胸はきっと変わってきます。私もこの二つの骨を意識して、だいぶ変わりましたので、実際に、私ももともとはロート胸だったんですけども、ロート胸だったと言いますが、今も改善中ですけども、まあ、だいぶ出てきて、だいぶ目立たないようになってきてますので、あなたもやっていただいたらと思います。やってみて分かんないことありましたら、コメント、メッセージいただければと思います。ということで今日は、ロート胸を改善する仙骨エクササイズということで、仙骨こすりお届けしました。ということで、本日もどうもご覧いただき、ありがとうございました。